土佐電気鉄道700系電車は土佐電交通に在籍する路面電車車両。本校では同系の800系電車についても記す。2014年10月1日付で土佐電気鉄道が高知県交通土佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い土佐電気鉄道から土佐電交通に承継された。 山口県下関市で路面電車の営業を行っていた山陽電機、軌道向けとして、何和後期により1958年に700系701から704の4両、翌1959年に800系801から805が5両製造された。すべて構成車両となっている。性能面に両形式の異はなく、どちらも直接制御方式を採用している。 異なるのは台車で700型は NK11、800型は若干改良を加えた NK-12 を使用しているが外観上の際はほとんどない。また配尚機も700型は後半製、800型は鉄管製となっている。700型は土砂電鉄として初めて出入口ドアが折り戸である。1971年。 山陽電気軌道の路線全廃に伴い、同年2月に700系3両と800系4両が、土佐電気鉄道に譲渡された。当初は、山陽電気軌道からではなく、名古屋市電からの車両譲渡を予定していたが前年に、土佐電鉄が採用したワンマン方式は、後乗り前折り式であったため前乗り後折り式の、名古屋市電の車両では、都合が悪くなり、 同時期に路線を廃止した山陽電気軌道が土砂電鉄と同じく後乗り前折り式でのワンマン方式を採用していたことから山陽からの両形式の譲渡へと変更になった経緯がある。この際、形式番号の変更は行われていないが、終電装置をピューゲルから Z 型バンタグラフに交換している。その他、車両番号は704を703に改版した以外は、 変更を行われていない。同年8月7日より、土佐電気鉄道での運用を開始した。1997年から1999年には、600型と同様に、三菱電気製冷房装置の取り付け工事が実施され、車体の補強のため側面では、中央部の柱が太くなり、隣にある一枚の窓が狭くなり、印象が変化した。塗装は、 土電の標準色ないしは広告色であったが2005年4月には700系一両に対して有志の募金により三洋電気軌動時代の塗装への復元工事が施されふ、くふく下の赤号としてしばらくの間運用についていたが、現在は土電標準色に戻された。最近ではミュージック本の増設改造もされている。 土佐電鉄88年市328ページ。土佐電鉄88年市549ページ。山陽電気軌道700電車に関するカテゴリー。山陽電気軌道800電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。